暮らす前ご通行中の皆様、こんにちは。こちらは日本維新の会でございます。今日からいよいよ千代田区長選挙がスタートしております。我々日本維新の会は五十嵐浅男千代田区長候補に本日立候補いたしました。五十嵐浅男候補を推薦応援をしております。今日はこの後まもなく5時から、もうちょうど本人上がってまいりました、五十嵐浅男街頭演説会をこの場所の一角をお借りいたしまして開催をさせていただきたいと考えております。この後日本維新の会衆議院第1区支部長の小野泰輔、そして参議院議員石井光子も駆けつけまして、五十嵐浅男の政策熱くお訴えをさせていただきたいと考えております。今日からスタートいたしました千代田区長選挙は来週の日曜日31日が投票日です。明日から期日前投票もスタートいたします。わずか1週間の日は選挙戦なんです。でもこの千代田の未来を決めていく東京の中心、それはつまり日本の中心であるこの千代田の政治が大きく変わる最大のチャンスでございますか。どうか千代田区の皆さん、選挙では投票に行っていただいて、五十嵐浅男、さらにはこの車の上で青のジャッパー、そして白いタスキをつけておりますのが候補者本人、五十嵐浅男、五十嵐浅男へと皆さんのお力を賜りますようお願いを申し上げます。ちょっと早いですけどね、役者が揃ったんで街頭演説会もスタートさせていただきたいなと思うんですけども、石井光子さんもね準備できて上がってきていただいて、この後私参議院議員音喜多駿、そして参議院議員全国比例東京維新の会代表代行石井光子参議院議員も参ります。そして小野泰輔、先の東京都知事選挙に挑戦をいたしました小野泰輔、こうしたメンバー参りまして、この飯田橋駅前桜テラス前で街頭演説会を開催させていただきたいと思います。それではまずただいま車の上に登ってきていただきました日本維新の会参議院議員、日本維新の会国会議員だ、ありがとうございます。女性局長でもございます石井光子参議院議員より五十嵐浅男、五十嵐浅男候補への応援のお訴えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ただいまのは参議院議員の元木さん主任委員からでした。私は参議院議員、女性局長も務めております。そして東京維新の会の代表代行でございます石井光子と申します。この界隈は私の大学時代のホームグラウンドでございまして、五十嵐浅男さん、浅男、真っ青な朝と覚えてください。浅男です、青い朝です。そして青い旗、ブルーの旗と、そして真っ白なたすき、まあ皆さんでいきなり1週間で千代田区の区長を決めます。1週間で千代田区の区長を決めます。皆さんの有権者の皆さんの一票一票です。こちらは日本維新の会と申します。私は石井光子です。日本維新の会参議院議員になって5年目を迎えました。若き日本維新の会の参議院議員2人、元木田駿さん、そして柳瀬裕文さん、そしてこの間の皆様の記憶に新しいと思いますが都知事選がございました。今小池百合子さんの大活躍だとおっしゃる方も多いんですけれども、私どもで小野泰輔という都知事候補を日本維新の会推薦で出させていただきました。我々4人一丸となって今回は千代田区の区長ですよ、五十嵐浅男さんになってもらいたい。五十嵐浅男さんです。もちろんね、大学で法律を勉強したとか、そういうことはもう過去のことでございます。彼が今一番考えていることは、この千代田区にもうしがらみの政治ではなく
千代田区の住民の方々、有権者の皆さんも含まれております。この6万人という千代田区に住む人々にとって、この町がもっと暮らしよくなっていくには何が必要なのかということを、今彼は頭の中にいっぱいアイデアを持っております。そういう人がこれから必要なんですね。皆さん、よくコロナで分かったと思います。天下の一大事となった時に、今住んでいる町は本当に子どもたちのために助けてくれるのだろうか。本当に暮らしている時に犠牲を払わずに住んで良い町づくりを誰かしてくれているのだろうかと、その東京の千代田区の代表は一体誰なんだろうかと、まあそのように思うと思うんですよ。その時に千代田区の区長さんが、なんか自分の住むところだとか、まあ、そんなことばかりでスキャンダルを起こしていたり、今回の区長選もありがとうございます、どこかで住みでとか地下でですね、何かこそこそと知らないうちに決められていたりというような、もうそんな政治はもういらないんです。よく分かったと思います。このコロナで不公平さをなくしていきたいと思っている方も多いと思います。千代田区は東京のど真ん中、東京と千代田区です。しかし住んでいる人は少ない。そうなりますと、この町の将来はどういう方向に向いていくのか、学生たちは何を望んでいるのか、この五十嵐浅尾です。皆さんよろしくお願いしますよ。若い方よろしくお願いいたします。まだね、40ちょっとなんです。この方五十嵐浅尾と言います。今日からこの千代田区の区長選はスタートしました。たった1週間です。7日で決まるんです。我々は仲間でこの五十嵐浅尾さんを大きく支えていきたいと思います。この千代田区で母親たちはどういう生活をしていきたいか、この千代田区もリモートワークの社会が定着したらどう変わっていきますか。今見えているこのビルがどのように使われていくんでしょうか。そういったこともですね、このお桜の中心の、はい、この公園の前で、お知り合いの方ですね、よろしくお願いします。子どもたちが安心してこの川の淵を歩けるでしょうか。どういう街にしていくのでしょうか。メリハリのついた千代田区にしていくのでしょうか。ビジネスオンリーの街にしていくんでしょうか。そうした方を応援しながら、この1週間走り回ってまいりますので、どうかこの真っ青なですねブルーカラーの五十嵐応援団をぶつけたら、立ち止まって彼の声と顔を見てくださいね。マスクの世界になりましたけれども、写真もございますし、本人の声も聞くことができます。そして白いタスキをかけております。五十嵐朝尾と、朝が青いと書いて朝尾と読みます。どうか皆さんよろしくお願いいたします。我々ここで20分ぐらいの時間がありますので、それぞれ応援団の声を聞いていただきたいと思います。五十嵐朝尾、対立をなくしてしがらみのない政治を千代田区に、もっと良くなる千代田区と、これをキープレーズに五十嵐朝尾一週間駆け抜けてまいります。どうか皆様の温かいご支援をお願いいたします。ありがとうございました。ではマイクをお渡しください。2回します。ありがとうございました。ただいまお伝えをさせていただきましたのは、東京市の会代表代行石井美子参議院より五十嵐朝尾千代田区長候補への応援のお伝えをさせていただきました。いよいよ本日から千代田区長選挙がスタートいたしました。五十嵐朝尾、本日立候補届けまして、4年前に引き続き2度目の挑戦、五十嵐朝尾社長でたすきをつけているのが本人でございます。今回は我々日本維新の会が推薦候補として五十嵐朝尾の応援に駆けつけさせていただいております。
本人の、ね、お話の前に、それでは私参議院議員音喜多駿からも応援のお訴えを少々させていただきたいと思います。ありがとうございます。五十嵐浅尾さん、ありがとうございます。彼本人ね、五十嵐浅尾さん、よろしくお願いします。お若い方からチラシを受け取ってありがとうございます。五十嵐浅尾、今回は対立から対話へ、対立から対話へ、これが五十嵐浅尾候補のキャッチフレーズです。いい言葉だと思います。なぜなら裏を返せば、今この千代田区、本当に対立ばかり、しがらみだらけ、権力闘争がずっと続いてきた、これがね、千代田区政の真実なんです。そして千代田区民の皆さんの一票で五十嵐浅尾、五十嵐浅尾に投じていただく、その一票でぜひ変えていただきたい、対立だらけの千代田区政の真実を知っていただきたいんです。五十嵐浅尾候補は他人間を悪く言うような方ではありません。だから私が代わりに言います。今どういう状況にこの千代田区政がなっているのか、まあひどいもんですよ。先の区長はマンションの不正購入疑惑、デベロッパーと癒着をして、ものすごくいい条件でマンション購入して、その疑惑を NHK マスコミにすっぱ抜かれて、釈上委員会、そして刑事告発、こんな前代未聞の、前代未聞というか昭和に戻ったような汚職事件を引き起こして、こういう東京のど真ん中、日本のど真ん中、ありがとうございます。五十嵐浅尾で、ありがとうございます。お若いね、家族連れの方からもありがとうございます。五十嵐浅尾の40代子育て真っ盛りでございますんでね、まさにこういう汚職がはびこる千代田区政、これを何とかしなきゃいけない、その思いで4年前に引き続いて、今回も五十嵐浅尾、五十嵐浅尾が手弁当で大きな組織の推薦も受けずに一人で立ち上がっているんですよ、まあ、本当にひどいもんです。で議会を何をやっていたのか、自民党、公明党、既存の大政党の都議会のドン呼ばれる黒幕を中心に、そんな区長とくっついたり離れたり、権力闘争を繰り返していく、そしてこの権力闘争の裏側で甘い汁をずっと吸ってきた、こういう千代田区政のぐったぐらな黒い闇です。誰かが切り込まれて、誰かが対立に終止を打って、対話をする区政、コミュニケーションが取れる区政に変えていかなければいけない。それができる唯一の候補が五十嵐浅尾、ありがとう。若いね、家族連れ、親子連れの方からもありがとうございます。これ今車の上で大きく手を打っておりますのが五十嵐浅尾でございます。まあ、考えても見てください。今他の2陣営、まあ、主要候補と言われる人、自民党、公明党にざっくりと、ありがとうございます、ざっくり応援されたしがらみだらけの候補者、もう一人は、まあ、都民ファーストの会推薦と言われていますけど、事実上の現職区長の後継者です。現職区長の応援に乗っかって今回の選挙を戦っている。じゃあその区長さん、何をした人ですか。マンションの不正購入疑惑、先ほど申し上げたこういう汚職をですやらかしておいて、何の反省もなく、その区長から、マンションの不正購入をした区長から応援を受けて、その後側に座ろうとしている、そんな人を区長につけたら、この千代田区で何にも変わりませんよ。どうか皆さん、今変えるチャンスですよ。こんにちは、ありがとうね。変えるチャンスですよ、本当にですね。この対立ばかり繰り返し、そして5期20年、ありがとうございます。若い若手の方からもありがとうございます。5期20年続いてきた、この長い長い経済の千代田区政の歴史に終止を打たせてください。対立ばかりの千代田区政から、今度は対話の時代へ、私、音喜多駿も自信を持って、今回、五十嵐浅尾、五十嵐浅尾候補、応援させていただいております。まあ、正直申し上げれば、4年前、五十嵐さん出てたんです。その時私、音喜多駿は別の候補を応援しておりました。それは大失敗や間違いであったと深く賛成をしています。そして今回、その五十嵐さん、4年前は敵だった私を受け入れてくださった。まさに対立から対話へ、それを実践して、4年前は
意見が違ったかもしれない、私のような政治家も一緒にやろうよ、千代田区政を変えるために新しい政治を作ろう、そして今この車の上に一緒に立っている私たちなら五十嵐朝雄さんであれば必ずこの千代田区政を変えられる、私はそのように確信をしております。どうか皆さん、たった1週間の戦いです。明日から期日前投票もスタートいたします。ぜひですね、投票所に足を運んでいただいて、しがらみのない唯一の候補者、五十嵐朝雄へと皆さんのお力を賜りますよう、お願いを申し上げまして、私、音喜多駿からの講演を訴えとさせていただきます。ありがとうございます。じゃあそろそろ小野大輔支部長もチラシを配っていただいてありがとうございます。どうぞ車の上に登ってきていただいて、今日は我々五十嵐朝雄区長候補に推薦を出しております日本維新の会の議員団、そして支部長が駆けつけまして、街頭演説会を開催をさせていただいております。この後五十嵐朝雄候補からもお訴えをさせていただきますが、インスタライブ等々で中継をご覧の皆さんもありがとうございます。その前にこの千代田区を含む東京1区の衆議院支部長でございます。そして前熊本県副知事、東京都知事選挙にも挑戦をいたしました小野大輔から五十嵐朝雄候補への応援のお訴えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ご紹介いただきました日本維新の会衆議院東京1区の支部長をしております小野大輔と申します。私はですね、昨年の7月に東京都知事選に挑戦して、そして小池さんに挑みました。おかげさまで61万票の得票もいただきましたけれども、しかしですね、皆さん驚いたのは、今日小池さんが、この千代田区長選のですね、候補、まあ、自分の弟子だということなんですが、応援に来られたということなんですね。そこの神保町にあるご選挙事務所に行って激励をされたということなんですが、私は何にびっくりしたのかというとですね、小池さんは、私もですね、昨年都知事選戦いました、その時に何ておっしゃって活動してたかというとですね、私はコロナ対策があるんで、選挙戦はやりませんということで、外に出てこられなかったんです。ところが今皆さん、その時緊急事態宣言出てなかったんですけど、今日緊急事態宣言出てますよね。その中でなんで外に出てきて、そして自分の子飼いの候補を応援しているのかと、このこと自体が私は、そもそも緊急事態宣言の重みってじゃあ知事どういうふうに考えてるんですかというふうに思うわけですね。別に今出てきてもいいと思いますが、じゃあご自身が都知事選を戦うときにはなぜそうやってコロナが忙しいからということで出てこなかったのかということを私は思うんですね。それは別として、やはり先ほど音喜多さんがおっしゃったように、ここ最近のこの千代田区政、もう本当腐りきってますよね。千代田区民の皆さんも本当にこれおかしいと思わなきゃいけないと思いますよ。なんでこの千代田区長が特別扱いでいいマンションを先に買えるのかと、そしてこれによってですね、議会が紛糾をして百条委員会まで設置されるということになりました。私も熊本県政やってきましたが、本当にですね、これ田舎の方にはですね、本当に失礼な話になると思うんですけど、一体これ東京の真ん中の区なんですかと、自治体なんですかというふうに思います。昭和時代か何か大正時代、明治時代みたいな政治をやってるんですよ。それぐらいですね、この不祥事にまみれて、そして市長と議会が対立をしてですね、政治が滞っている、これが今の中学生なんです。五十嵐朝雄さんはそういったこととは無縁の候補者です。民間の経験もあります。そして J リーガーも目指していたということで、スポーツマンでもあります。他の候補者にはない魅力があります。そして何よりも右腕なんですね。今回も公約にこの区長報酬 50% カットというのを打ち出していますし、また私も本当これ勇気あるなと思ったんですが、五十嵐朝雄さん、なんと退職金4年間やると、皆さん区長の退職金いくらもらえるかご存知でしょうか。2400万もあるんですが、この退職金を全額区に返上すると、区民の皆さんにお返ししますと
ということを約束をしています。そして五十嵐さん、本当にですね、教育にも力を入れているということで、これを全部ですね、千代田区の子どもたちに教育のために使いますと言っているんですね。一体今の区長がそんな心意気で政治をしてたでしょうか。そうであれば、こんなに千代田区で今この区長と議会が本当に全く区政が進まないような状態になっている、こんな状態には陥らなくなったと思うんですね。ぜひ千代田区民の皆さん、まさにですね、この区民力が試されていると思います。今までですね、どうしてもこの大都会に住んでいて、皆さんもお仕事が、仕事がお忙しい、そういう中でなかなか区長選挙とか、あるいは区議選といってもですね、なかなか行けなかったというふうに思うんです。そして関心がなかったかもしれません。ただ今回はそれではもうダメだと思います。ここまで千代田区政が落ちてしまったのは、これは皆さんの無関心のせいでも私はあると思うんです。ですからぜひですね、やはり民主主義そのものが世界中で問われています。アメリカでも自由の象徴であるあの議事堂が暴徒によって占拠された。そしてお隣の中国でもですね、香港が今自由に物が言えないような、そんな国になっている。そういう中で我々日本人は政治に関心を示さず、そして投票所にも行かない、そういう中で政治がうまくいかないことを誰かのせいにしている。それでは本当の意味での豊かな国は目指せません。そして我々が享受していたはずの民主主義もいつの間にか失われてしまうでしょう。それがこの千代田区において起こっているんです。五十嵐朝夫さんはそれを取り戻すための力があります。そして力だけではなく、やはり本当に必要なのは魂なんですね。その政治家としてこの千代田区を愛して、まともな形に戻そうというような心がある政治家でなければ、千代田区はもっともっと沈んでしまうでしょう。そして千代田区が沈むということは、東京が沈む、そして日本が沈むということなんです。ぜひ他の候補者2人出てますけども、全く魂が違います。ですからそのことをですね、ぜひ皆さんしっかりと吟味をしていただく。そしてこの五十嵐朝夫という男は必ず千代田に、この混乱から脱却して、対話とですね、そして融和を生み出す、そのことをですね、ぜひできる男だというふうに私は山田大輔も思っています。ぜひ五十嵐朝夫ですね、もうこれ短期決戦です。あともう今日含めて7日しかありませんけれども、ぜひですね、五十嵐朝夫のこの支援の輪を広げていただいて、そしてこの混迷している千代田区政を救うということをですね、区民の皆様自らの手で実現をしていただきたいと思います。五十嵐朝夫、どうぞよろしくお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまお伝えをさせていただきましたのは、小野泰輔日本維新の会東京第1区支部長でございます。先には東京都知事選挙にも挑戦をいたしました小野泰輔から五十嵐朝夫候補への応援の訴えをさせていただきました。それではお集まりの皆さん、大変お待ちいたしました。本日立候補の届け出を終えまして、千代田区政府選挙に再び挑戦をいたします。五十嵐朝夫、しがらみがない唯一の候補者、千代田区政を救える唯一の男である五十嵐朝夫から皆様にお訴えをさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。皆さんこんばんは。今おときたさんよりご紹介いただきました、この度千代田区長選挙に立候補しております五十嵐朝夫と申します。4年前もこの富士見の一角を借りて演説を何度もさせていただきました。駅立ちも毎朝いろんな駅を回りお訴えをさせていただきました。しかし代理戦争という名のもとの他の人たちの被害の中で力不足で落選をいたしまして、この4年間は地域の活動、ボランティア、消防団、そして町会、平和教育といったところに精を出しながら力をつけてまいりました。私自身はコーチングというリーダー開発の仕事を12年以上やっておりました。
議員と首長の一番の違いはマネジメントをする組織があるか否か、そのことにつきます。区長は1000人からの部下を突如持つことになります。そして年間650億円にもなる予算の使い方を決めていく。また人事権を持ち、区民のためにどうサービスをしていくか、そういったことを日々決断しなければなりません。このコロナ禍で一番求められる能力、ビジネスの世界では VUCAという言葉があります。不足自体が連続して起こる、そんな状態です。その中で最も求められるのは、いかに専門家のチームと情報を交換しながら、その人たちから情報を得、適切だと思える判断を迅速に下し、そして実行し、その結果をまた振り返り、変化をしていく、そういったチームで成長していく、そんな時代になりました。私には保育や福祉、そして高齢者施策、文化、スポーツ、もちろん経済、そういったことの分かる専門家が今20人から30人おります。ぜひ手元のスマートフォンで五十嵐麻生と検索していただくと、私のチームのホームページが出てきますので、ご覧いただければと思います。もちろん今コロナに対する対策は喫緊のもので当然ですが、実は私たちが忘れているのは、この3密と呼ばれる中にこそ人の幸せというものがある、そのことだと思います。その日々の矛盾と戦いながら、いかに3密を避けつつ3密から得るべき幸せを得るか、そういった問いをみんなで考えていく、そんな必要があると思っています。そして今政治が一部のよく見えない人たちのものになっているのではないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。千代田区議さん何人知ってますか。区長の名前がご存知ですか。そういったことを考えたときに、非常に多くの方が区政の実態を知らない、そんなことが起きております。千代田区6万7000人の人口です。これは23区の中でも圧倒的に少ない。しかし人口が少ない分、年間の1人当たりの予算は100万円近くあります。皆さんどうでしょうか。100万円区からのサービスとして享受していると感じられてますでしょうか。つまり区長の任期である4年間で皆さんの400万円を預ける人を決めるのがこの千代田区長選挙になります。皆さんが手元に400万円持っているとしたら、どの人に託すのが適切か、しっかりとそのことを見据えて投票に行っていただければと思います。今期日前投票が進められています。最終日の投票日に密になる、それを避け、なるべく期日前投票に行っていただきたい。そして期日前投票、実は明日から可能です。お手元に届いている投票券に期日前投票の投票所があります。この近くでいうと、残念ながら富士見出張所ではなく千代田区役所まで行かなければいけませんが、ステイホームの間に少し散歩がてら投票に行ってこよう、そんなことを思って、この手元の投票券、400万円分の投票券をぜひ活用していただきたいと思います。前回こそ代理戦争という名のもとに投票率は 50% を超えました。しかしその前の投票率はわずか 40% 強、つまり5人に3人の方は区長なんて誰でもいいと思っていたわけです。参政権とは私たちが生まれながらに持っている権利でありますが、実は昔はそんなことはありませんでした。本当に先輩たちがですね、死ぬような思いで手にしたこの参政権、特に婦人参政権を得た女性たちが投票ができる日の前夜に、なんと晴れ着を着て投票する日を楽しみにしていた、
そんなワクワク感、今の私たちにありますでしょうか。僧侶たちが血のにじむような形で手に入れたこの一票一票、そして400万円、この行き先を決める一票を、ぜひ周りの方とも誰に託すか話題にしていただければと思います。東京の真ん真ん中、つまりそれは日本の真ん真ん中になります。この真ん真ん中の地方自治体からコロナを超えて新しい千代田区の在り方、自治体の在り方を作っていくことが、日本の自治体の新しい行政のやり方の扉を開くと私は信じております。改めて言います。皆さんの手の中にあるこの400万円分の価値がある投票権、誰に託そうか、もちろんお互い言い合う必要はありません。ただこの千代田区長選挙がそれだけ大事な選挙であることを、一人でも多くの方に知っていただき、特にマンションに住んでいらっしゃる区政とあまり近いという実感のない人たちに出てきていただきたいと思っています。対立から対話へ、しがらみのない区政、今非常に通り攻略にまみれた区政となっております。私は一切しがらみなく、そして今回は今チラシまで配ってくださっている都知事候補にもなられた小野大輔先輩、大学の一期先輩なんですけれども、その先輩のご縁でこのように維新の皆様とご一緒することができました。音喜多さんは前回は違う方の応援に入られましたが、私は音喜多さんは好きな政治家の一人なんです。そして今の日本に欠けているのは、間違ったら間違ったということで認められて、次にまたやり直しができる、そんなことが一番大事だと思っています。今ネットでも何か一言言うと炎上するとかですね、何かこうデジタルタトゥーとかものが言えない、間違っても言えない、そんな不安の中で、またコロナの中で自由に表現することが非常に難しいと感じている方も多いと思います。コロナ禍でドイツの女性の文化大臣は、アーティストとは命を守るための装置である、そう言いました。なぜなら彼らはナチスを経験し、物が言えない社会になることの恐ろしさを知っていたからです。どうでしょう皆さん、今なんとなく悪いことをしたら叩かれるとか、こんなことをしていいんだろうか、あとはなんか自分だけ楽しんでいいんだろうか、もやっとした思いがあるかと思います。私の恩師の言葉に、人生を楽しまないのは一種の責任逃れだ、人生を楽しまないのは一種の責任逃れだという言葉があります。幸いにもこの地球に産み落とされ、そして日々生きることができる僕らが、あまりに我慢をしてその幸せをつかまないというのは、私も責任逃れだと思います。そしてそこに大きな影響を与えているのが、この政治というルールを変える側の責任だと思います。私がこのように千代田区長に立候補しているのは、ルールを守る方ではなく、一緒にルールを変わる側に上がってきていただきたい、そんな思いでやっております。今回は私自身も身を切る覚悟でおりまして、区長報酬を 50% カット、区長報酬を 50% カット、そして区長が4年に一度もらえる退職手当の約2400万円、約2400万円全てを千代田区の子どもたちのために使っていきたいと思います。未来は子どもたちの手の中にあります。ぜひこの機会を存分に生かし、日本の地方自治の要求を一緒に作ってまいりましょう。一週間お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまお伝えをさせていただきましたのは、五十嵐朝生千代田区長候補、五十嵐朝生でございました。
ただいま五十嵐麻生本人下の方に皆様ご挨拶参りますので、どうぞですね、ちょっと肘タッチなどで激励いただければと思います。本日は我々五十嵐麻生候補に推薦を出しました日本維新の会と共同で五十嵐麻生を街頭演説会、この桜テラス前で開催をさせていただきました。応援に駆けつけましたのは東京維新の会代表代行石井美津子参議院議員、そして小野泰介、今上りの丘としておってますけども、衆議院第1区支部長、前熊本副知事、東京都知事も挑戦をいたしました小野泰介衆議院支部長、そして私参議院議員音喜多駿でございました。たった1週間、たった1週間の選挙戦です。どうか皆さん、千代田区長選挙、五十嵐麻生、五十嵐麻生にご注目ください。この東京の中心地、日本の中心地から政治を変えていくのが日本維新の会、そして五十嵐麻生。どうか皆さん、ご支援よろしくお願い申し上げまして、街頭演説会を終了させていただきます。ご清聴のごとにありがとうございました。ありがとうございました。どこ行くんですか。